僕が知ってる範囲だけで言えば、シロップが入ってる以上全然良くないでしょっていうふうに僕自身は思いますね。自分で作っても、うん、結局でもそれは糖質が入ってるわけでしょ。直接糖が入ってるわけでしょ。そこのだから糖質の毒がその発酵させる途中で毒がなくなるっていうところの科学的な理屈はちょっと僕には聞いてるだけではよくわからない。はい、糖分っていうものは、まあ、そのだから初糖でもねグルコースでいうことはいいですけど、それが入って吸収されて、で体の中の血糖値がガッてこう上がるという段階で、それらは全て、等しく、毒猛毒であると。いうふうに栄養学的にはシンプルに考えた方がいいと思います。だから酵素が悪いわけじゃないんですよ。多分酵素は多分すごい大事なもので、それはむしろ取った方が放射性防御にはいいと思うんですけど、なんでそれをわざわざシロップと混ぜんねんみたいな。だから他のだから発酵するっていうことは、それは菌ね入れて、普通にその菌のなんですかね、家庭の中で変化していくっていうこと。そこに、本来ね別にわざわざ無理によう分からん糖質を混ぜ込みにして発酵させる必要があるかどうか。味噌ってだって別にね砂糖入れて発酵させます、うん、なのになぜそれを入れるかどうかっていうことです。だ今のね、例えばねマクロビストの人なんか、僕も別にマクロビを全否定はしませんけれども、マクロビストとかの人なんかもだから砂糖を使ってお菓子食ってみたいな人いっぱいいますけど、でその結果なんかね不健康でもうなんかおかしいなみたいな感じなのに、で健康食のはマクロビみたいな感じでやってる人いるけど、それね本来のねマクロビと違うと思いますよ僕。それ結構マクロビの人でもね、もうちょっと古典的なことやってる人にはよく言われます。菓子なんて食やしないよ、日本の和食が前提であれしてるんだから、そんな菓子なんて食うわけないじゃんみたいな、うん、っていうのもあるけど、今の人は途中から変わったんですね。その砂糖物とかそういうものを食べるのは別に悪くないみたいな。玄米とかその米の話からなんか延長して波及させて理論をなんかこう広げたみたいな話になってますけど、それは原則に逆らってるんじゃないかなと思うんですね。ホールフードの原則に全然逆らってるような、一物前菜のマクロビの原則に逆らってるような気がするんですね。はい、だからやっぱそれがね糖質でガッとこう血糖を上げて、まあ、AGE っていうね糖の酸性物質ができるわけですけど、それができる分においてはもうその段階でやっぱそれらは等しく毒だし、僕は必要ないと思う。だから原爆症の時にだから砂糖食っちゃいけないっていう話になったっていうことがあると思うので、酵素取るんだったらね、まあ、酵素ジュースでも悪いとまで言いませんけど、酵素って別にねほらいろんなものに直接食物なんか入ってるわけでしょ。そのままそれ取ればいい話で、それが本来の食の原点である一物前菜の話につながるのに、それを加工してジュースにしたりなんだりかんだりようわからんことするからおかしくなる。果物も果物でそのまま食べないとおかしいですよ。はい、果物をジュースにしてる段階で僕おかしいと思います。うん、果物をジュースにすると、ね、まあ、だから例えばみかんがあるとしますよね。みかんがあるとして外の皮はさすがに人間はなかなか食べないと思いますけど、野生動物は外の皮も食べますからね。で内側の皮で考えたら、その内側の皮をその例えばみかんだったら白いのもついてるじゃないですか、皮のあれに。であとその繊維質のね包んでるものありますよね。あれも一緒に食べないと意味ないんですよね。あれが糖分の吸収をゆっくりにしてくれて、で、そうすると果糖の吸収がゆっくりになって、でそれが無農薬のね果物だとビタミンとかミネラルとかいっぱい入ってるから初めて、まあ、これでいいかなっていう。ちょっと糖分の吸収ゆっくりになりますから、関節層に変化しますので、それはそれでいいと思うんですけど、ジュースにしちゃうと果肉だけになってます。ほとんど一般で売られてるジュースなんてほとんど全部果肉だけです。うん、だから自分で繊維も全部混ぜてそれでミキサーで、しかもそのミキサーなんかもう軽いミキサーだけで、だからもう繊維も全部残ったままぐらいならまだいいかもしれないけど、そういうジュースないですよね。結局とこ絞り出したエキスを絞り出した形になっている、これ生成しているということになりますから、そうすると繊維質とか、ね、そういうものが取り除かれて糖分の吸収が早くなるような物質に早変わりになって、実は同じじゃなくて違うものに変わってるんです。だからそういうものは僕は良くないと思います。健康だけですよ、これ健康の観点だけです。はい、健康の観点じゃなくて、いや別に私不健康でもいいからジュース飲むなっていう人は飲めばいい、
はい、あとはだから別に、ま、毎日じゃなければたまに飲むぐらいならそこまでのね、そういうことちゃんと意識しながら日々生活してれば1日2日そういうので飲んだところでそれで急になんか来るってことはないと思いますけど、やっぱその意識しなくて毎日同じことしてれば必ず弊害はやっぱ出てくるというふうに思いますので、まあ、そういうところを考えてやってもらえばいいんじゃないかなと思いますね。放射性物質を気にする人をね、お菓子食ってる人本当に多いんですよ本当に多いんですよ、僕とかにもねよくね尿の検査来るんですけど、そのくせお菓子食ってるからもう本末転倒ですね。はい、秋月辰一郎でしたっけ、長崎原爆症をね治療した有名な人が玄米とねごま塩と濃い味噌汁飲んでね食べなさいと、で砂糖は厳禁でその場の水は飲んじゃいけないってね、よく教えましたけれども、砂糖ダメって書いてあるじゃんみたいな、うん、今の科学でも間違ってないのに、放射性物質気にしてるのに砂糖食うなんていうのはもうだから相反してることやってるわけですね。だから糖質、まあ僕もね糖質を全否定はしません。はい、糖質っていうのは炭水化物としてゆっくり吸収される部分においてはあまり多すぎない量で摂るのは別にいいと思います。はい、分子整合栄養学なんかでは本当にもう いらないっていうぐらい少ないっていうふうに教えます。はい、オーソモレキュラーとかね、僕はそこまで厳格ではないんですけど、一応もう大体3分の1脂質糖質炭水化物ですねと、タンパク質、まあ、せめて3分の1ずつぐらいにしなさいって言うんですけど、まあFacebook でね最近有名人になってきた長尾さんとか彼なんかだとやっぱりもう糖質なんか2割でいいとかね1割でもいいとかねそういう言いますよ、うん、僕はそこまでは言わないけど、であと例えば玄米なんかでがんなんかね良くなるとかっていう人もいるので、だからそこは全否定はしないんですけど、やっぱり今の人はほとんどみんな炭水化物多すぎです。もうパスタとかラーメンとかね白米とかねパンとかも全部そうですけど、炭水化物5割以上取ってる人ほとんどですね。はい、一回中華料理屋に行ってラーメンライス食べれば8割は炭水化物ですはい、それで健康になるわけない、はい、っていうところからちょっと考えてもらえばいいんじゃないかなと思いますね。はい、だから僕はだから蜂蜜も別におすすめしません。同じ理屈で蜂蜜は確かにミネラルとかビタミンとか多いんですよ。多いんだけど血糖ガバッてありますから。で味が甘いでしょ。味が甘いだけでもうダメです。味が甘いだけでこの脳みそはやられます。ドーパミン報酬系に作用したりとかいろいろと他のところにも作用するので個人的には甘いものはおすすめは甘いし、全くしません。僕は治療の上では絶対甘いも一切禁止って言ってますから。はい、甘味料も全て 100% 禁止、砂糖も全部 100% 禁止、果物も自分で自立して薬なしで生きていけるまでは果物も禁止ですし、はい、そこまでやってますね。はい、自分で薬やめれた人は果物は自分が選べる範囲で無農薬のものを選んで食べるなら全然構いませんっていう、そういう指導にしてますね。はい、そんな感じです